ハロハロ。ことわざを使って英語を学びましょう。今日のことわざは、一に災いを買う。自分から進んで災いの種になるようなことを求めること。仏教経典の一つ、九蔵比喩経にある説話が由来になっています。ある豊かで平穏な国の王様が、この世には災いというものがあるらしい。一度見てみたいので探してこい。と家臣たちに命じます。やっとのことで、市場にカボと呼ばれる災いを生み出す巨大な化け物を見つけ買って帰ります。さて、この化け物、一日に針を一升も食べてしまう。国民に毎日針を差し出させてこれを育てますが、人々はこれに疲弊してしまい国外へ逃亡。どうにもならずに家臣たちが退治しようとしますが、体が鉄のように硬くなって歯が立たない。火をかけて焼き殺そうとしますが、火まみれのカボがそこら中を駆け回って全てを焼き尽くしてしまい、とうとう国は滅びてしまいました。市場でカボを売っていた商人、実は天の神の化身であったというお話でした。この言葉は英語ではこんな風に表現するよ。You ask for it. 今日のチェックポイント。Ask for. 〇〇を求める。所望する。ちなみに、この英語の表現は、自分が望んだ結果だろう。自業自得だね。という意味でよく使われるフレーズです。人間の好奇心は時として厄介な事態を招いたりするよね。まさにそれはパンドラの箱。やめとけばいいのに試したくなっちゃう。やるならやるでちゃんと責任持ってよね。ということで今日はこの辺で。それでは次回をお楽しみにね。See ya!